こんにちは、あるいはこんばんは、整体院ワンドーです。はい、ということでね、まあ、ちょっと質問来たんで、タカピー先生呼んでもらっていいですか。院長、お疲れ様です。ユアンドー護身術第2弾、後ろから抱きつかれた場合の対処をお願いします。防寒役の方は黄色いような目立つ服でやってもらうと分かりやすいかなと思います。ぜひともお願いします。アラサー男子。マスクしちゃったんだよ。声こもるのに、これどうする？院長。ちょっと待って。編集点作ったのに。なしでいく？なし、もちろん。やります。カットしてください。じゃあプロの騙し見せてもらって。じゃあお願いします。院長、おつこの男子襲われんのか襲いたいのかどっちなんだな。確かに。目立つ格好していただきましたということで。大体ですね、襲ってくる犯人は目立つ格好してないですよね。まずそこですよ。じゃあまず、まあ、レッドが、色白ムチムチの、小豚ちゃんということで、あ、白豚ちゃんかなということで、可愛い女の子役ですね。もうガチ変態っぽいね。もう、すごいこの全身タイツ着るとスイッチが入るんだよなぁ。じゃあということで、まあ見てお分かりの通りの変態がですね、後ろから抱きつきますと。抱きついて、まあよくあることですもんね。抱きつくなんてね。暗い夜道。あっちゃ困るだろう、日本で。で、ちょっと、黄色い人。いきなり、何をする気で抱きつくんですか、まず。何をする気？うん。抱きついて何するの？もう聞かなくていいか。聞かなくていいか。じゃあ抱きついてもらっていいですか。激しくですか、それともソフトで。一旦激しくお願いしようかな。ちょっと、あの、激しすぎるから。激しすぎました、うん。小刻みに震えるのやめてもらっていい？うん、ちょっと不快感を、あの、リスナーさんに与えちゃうんで。あ、じゃあ、まあ、一応これ手なんで、はい、あの、じゃあ、まあ、ソフトにお願いします。ソフトに。はい。抱きついた。ちょっと待って、ちょっと待って。じゃ、そのまま。おかしいだろ、これ。本気の目すんじゃないよ、お前は。じゃ、レッド、こっから、こう急に後ろから抱きつかれた場合、はい、どうします？まず、柔道家のレッドは何をする？普通柔道だったら、こう来てるときはこう行けば。ああ。投げる。これ、すごくない？レッドの背中。安定する。すっごいんだよね。なんかこう、ふわってくんだよね。手が半端ない。マジで。みんなね、ほんと、レッドに一本背を食らってみた方がいい。マジで。マジすごいんだって。背負われたことある？ないない。すごいよ。俺。安定感すごい。俺なんか足腰弱くなったら絶対レッドにおんぶしてもらいたいの。わかります、それ。そう。でも、うん、そんなのんきなことやってらんないですから。羽交い締め的にやられました。はい、どうしますか？実際には。足を踏む。踏む。あ、いた！あ、離れる。はい、投げる。からの、はい、投げた。はい、倒れた。からの、お、いいね。どうどうどうギブギブ、タップタップないよ。ノー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 セイセイセイ。もうちょっと行ってみようか、レッド。タップ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 、タップ。これはあれですね。決まり手、腕しぎ逆十字でよろしいですか？はい。まあだからね、こう、習ってるものに固執するよりもね、足を踏むとか、そうですね、頭を思いっきり後ろに振って、頭突き、鼻のあたり狙うとか、あともう一つ、かかとで金的ですよね。そうですね。これが脱出できないなっていう状況はどんな、ちなみに抱きつき方になるのか、逆にレッドが黄色い人を襲ってもらっていいですか？これだとやばいぜって。やばいぜ。犯人に向けたヒントになっちゃいますけど。うん、いいんですか？じゃあやってみてください。ああ、なるほどね。持ってっちゃう。持ってっちゃう。完全に持ち帰り。喜んでんじゃないよ。もうちょっとすごいね。ちょっと胸キュンになっちゃいました。危ない。危ない。もう手もこのまま持って帰りますよ。じゃあ、パワーがすごいんだよ、パワーが。安定感がね。そう。な、腰がやっぱ座ってっからね。どうですか、久々に抱っこされた気分。いやー、なんか懐かしい感じ。マジレッドに背負われるの、ほんとちょっと背負われてる。いや、すごいよ。いや、今ちょっとやっぱり、せっかくだから。せっかくだから。これ着る？いらない。
背負われてみて、本当にマジで。マジすごい飛ぶ感じするから。ほら。おどう声前行っちゃうでしょ。行っちゃいます、ね。じゃあどうなっちゃうの、ちょその後どうなっちゃうの、ちょっとレッド。こうして。うん。ダメだ。倒す。おほんでおおおおおあ、いいね、綺麗に入った。どうギブギブノーノー。おーおお、足なんかバキバキやってるけど。打った打った。あらあらあら。なんか鳴ったけど。何が鳴った。足施術できなくなるとこだった。え、泣いてない？全然全然泣いてないですよ。え、これ泣いてない？これ目真っ赤になってるよ。余裕ですよ。全然。チルアウト飲んでない？飲んでないです。もうちょっとで逆転できますよ。まあまあ、え、次からやる？鼻も出せました、ね。あ、それでいい？あえてあえて。あれです、譲っちゃっていい？大丈夫？譲る男ですか？じゃあじゃあどうぞどうぞ。ということでね、まあ、あの、一番大事なことは護身術とかを習ってやるよりも、全力で逃げること。大きい声出すこと。ヘイシリをオンにしておくこと。もう、ヘイシリ、警察呼んでって。そういうことです。女性は特に。まあね、男性でも襲われちゃうかもしれない世の中ですけれども、レッドぐらいのパワーがあったらゴー君なんかイチコロだもんね。どうですかということでね。モテるぐらいですか。あくまで、ネタです、これは。あの、ネタです。本当に、一人で暗い読みしとか、物騒なんで、まあ、僕らからすると、そういうことを身につけて実践するというよりも、あの、逃げてください。大きい声出してください。もう、で、必死に抵抗して全然大丈夫なんで。逆に抵抗されると思ってないからね、そういう人はね、はい、ということでご理解いただけたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。つけてんだよな、ほんといろいろ。これ見て不愉快になる人結構いると思うんだけどね。しょうがないですよね。もういいか。うん。切っていい？うん、どうぞ切ってください。じゃあ、首だ！やめてー